はい、皆さんこんばんは、大塩でございます。アークエクスティンクションやっていきましょう。で、今回こそね、ギガノトサウルスのテイムっていう風に思ったんだけど、まあ、ちょっとまず見てください。はい、ギガノト自体は実はあそこに湧いたんですよ。はい、ただね、あいつね、15レベなんだよね。しかもね、色も大してかっこよくないっていうね。うん。俺、こういうさ、なんていうの、なんか緑色ちょっとか、ま、なんか抹茶を色をなんかだらしなくしたみたいな感じの色ちょっと苦手なんだよね。だからね、できれば別の色がいいんだよ。うん。レベルはまあいいとしてね。うん。だからちょっと別のやつを脇直し待ちたいなと思って。だからちょっと今回あのギガノとはちょっとパスしようかなと。ただね、もっと面白いやつがいたんで、今回そいつをちょっとご紹介します。はい、実はね、この岩のところにほら、そこにテックレックスいるでしょ。なんとね、このテックレックス、レベルがね、168なんですよ、ほら。ほら見て。しかもなんか色、なんかすごくない？骨組みが青で、で外骨格が白で、まあ、ちょっとさっき言ったね、だらしないなんか抹茶色みたいな色してるんだけど、ただね、目とかが赤っていうね、だからすげえかっこいいなと思って、だからちょっと今回ね、こいつをテイムしようかなと思って、うん。ただ、今の装備、一応これ、まあこれ、ギガノトサウルス用だけど、まあ、転用はできんのよ。うん、転用はできるんだけど、ただ、もったいないんだよね、うん。ほら、だって金属の門とか結構作るの大変だからさ、だからちょっともったいないから一回、ティラノサウルステイム用に装備を作り直してきます。はい、まあティラノだったらなんか今スノーオールとなんかやってるけどやられることはないでしょ。汚染恐竜ですらティラノは襲わないからね。うん、あ、15レベじゃん、余裕。じゃあとりあえず一回戻りますわ。はい、準備できました。テックレックシュテックあっはい、テックレックステイム用の、はい、準備が整いました。はい、まあ方法としてはわかるかな、このティラノサウルスたちをテイムした時に使ったあの向こう側の罠、あれと同じものを反対側にも作ろうぜっていう、そういう感じかな。うん、まあ、マナガルムで凍らせて、スタックさせてテイムするっていう方法でもいいんだけど、いやワンチャンテックレックスってかレックスの場合だと死んじゃうかなと思って。ギガノトサウルスはさ、レベルがたとえどんなに低くても有り余る体力があるからさ、まあ耐えられるのよ、マナガルムの冷凍ビーム。ただレックスとなると若干きついかなと思って、うん、瀕死にしちゃう可能性もあるからね。でもう一つあるのは、向こう側をさ、ちょっとテイム環境、まあ、いち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 ほらスタックさせるとさ、門をいつも使うことになっちゃうから、だからね、いつでも使える、まああれだね、向こう側に作った罠みたいなのを向こうにも作っておいた方が、向こう側でなんかテイムしたい大型恐竜が湧いた時にさ、まあ起点が効くじゃない。うん、だからね、まあ今回はそういう風な感じで行こうと思います。というわけでレッツゴー。あ、ちなみに荷物重いんで今回はアルゲンタビスで。オッケー、罠も完成しました。ちょっとなんかめり込んだけどめり込んだけど、え、相変わらずのね、このバランスの悪さよいや、これ開くよね、大丈夫だよね。まあ開かなかったとしても別にいいけどさ、まあいいや。じゃあとりあえず罠完成したんで、テックレックスこっちまで連れてきますか。あれ、テックは、ああ、いた。え、これ出れるかな。オッケーオッケー、あ、来れる。よし、おいで。ただ問題はね、場所が割と離れてるから、連れてくるのにちょっと寄り道が大量に入りそうだね。おっと、これはあれじゃん、テック VS テック。お、いいぞ、これはかっこいいぞ。待て、そっちへ行くな。あー、ガスバグちゃんダメか。オッケー、いいよ、ただこれでいなくなったから、こっち来てくれ、こっち。オッケー、いいぞ。あかん、ガスバグちゃんがまた、いやー、飛んでかないで、ガスバグちゃん。そう、オッケー、あ、テック、よかった、来てくれたか。オッケー、サンクチュアリの壁際まで来れた。待った、罠の場所がずれた、どこだっけ。よし、待って、ティラノは一体何を求めてんだ、お前は何を求めてんだ。何とやり合ってた、今。そう、こっち来い、こっち来いって。オッケー、いいぞ。吠えてる暇があったら進め、お前進んでくれ、頼むから。お前のその威嚇何回聞いたよ、この道中で。お前もう十何回ぐらい聞いてんぞ俺。おい、あった、言わぬぞ、すまんな、 お前は処刑だ。オッケー、いいぞ、入れ、
入れ入れ入れ、入った入った、よし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 、来た、入った入った入った、オッケー、よっしゃ。あとは邪魔は特になさそうだね。オッケー、よし、やろうか。ようやくだよ、ようやくだ。セイナさん、思ったんだけどさ、こいつってもしかしてクリスマスカラーか。なんか色的にさ、なんか色の配分的に結構緑と濃いところがあるのと白と赤でさ、これもしかしてクリスマスカラーのテックかな。いや、わかんないけど、どうだろう。なんかクリスマスカラーっぽいよね。え、まさか俺は1月の中盤になってもクリスマスを忘れられなかった。あー、びっくりした。いや、お前らマジふざけんなよ本当に。お、おーおーおお、寝た、よし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 よっしゃ、やったぜ。おーい、よっしゃー、レベル168テックティラノサウルステイム成功、よっしゃ、やったぜ。いやー、疲れた、苦労したわ本当。よし、帰りますか。はい、帰ってきました。おっしゃー、来たぜテックティラノサウルス。いやー、レベルは251まで上がったね。まさすがね、元が168。いやー、よろしく。やっぱさ、なんかクリスマスカラーっぽく見えるんだよな。なんか赤と緑だから、なんだろう、元からあるのか、まあよくわかんないけどね。まあ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 、まあ、それはいいや。いやー、しかしね、ようやくテイムできたかと、テックを。ほら、エクスティンクションってさ、なんとなくさ、機械文明も発達してるよみたいな、そんな空気流れてるじゃん。そういうマップでさ、なんかテック系統のさ、生物が一匹もテイムできてないっていうのはなんか違うよなっていう風に思ってたんだよね。ただね、まあパラもステゴももうなんかだん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 いらない段階に入ってきちゃったから、まあしょうがなかったんだけどね。でもようやくね、こう テックティラノサウルス、しかもね、レベル168、結構高めのやつ、もう通常種だったら限界突破してるね、そういうレベルのやつがテイムできて本当よかった。ここからだよ俺のエクスティンクションは、マジで。いやー、よかった、本当にテイムできて。やっぱかっこいいよねこれ、目赤っていうのか、だから光が赤っていうのかっこいいよね。ラグナロクにいるさ、向こうのさ、青いテックはさ、色白だからね、光の色が。でさ、これさ、なんか目が点滅してんだよね。この点滅はあれかな、なんか瞬きの代わりみたいな感じになってんのかな。別にそんなことはないか。さて、まあこのテックレックステイムするのにまあ大体1時間ぐらいかかったんだけど、まあ動画の尺的にはそこまでかかってないから、ギガルトサウルスのテイムこのままいっちゃいますか。準備も整ってるしね。というわけで行きましょう。さて、まあ相変わらずあいつしかいないんだけど、いやちょっときついな。また何十分も探し回る羽目になるのか。てかさ、なんでやん、あんだけさ、もう俺結構 2,3 時間ぐらい探したのよ、ギガルトサウルス。ここら辺のやつらぶち殺しながら脇直しとか、ね、かさせてね。でね、湧いたやつがあれじゃん、お前さ、あれだよ、ほら、色は汚えわ、レベルは低いわ、ついでにいいや、面は不細工だ、であいつ何のために生きてんだっていう話なんだけどさ、もういっか。だから、あい、とりあえずほら、前回さ 2体湧いてんの見たから、あいつの他にももう1体湧くでしょ、それを待とう。てかあいつにも手伝わせようぜ。あいつ挑発してここら辺のさ、生物皆殺しにさせて処理させて、2人で共同作業、共同作業、初めての共同作業ってやつをちょっとやって、それであれだよ、湧き直しを待とうぜ。いやー、楽楽、こうやってると勝手に死体処理してくれっからね。おっと、やべね、いちいちマナガルメ食ってるとさ、あれなんだよね、ほら今荷物カツカツだからさ、捨てなきゃいけないんだよね。だからそれがきつくてさ、だこうやってさ、大型肉食料にさ、死体を処理してもらうとね、すっごい楽。待って、なんかティラノサウルスいなかった。あ、いたわ、普通にいるわ、後ろにいるね。ちょっと待ってくれ。レベルは、あ、ダメだ、あいつも色汚ねえな。あいつもあれか、色は汚ねえわ、レベルは低いわ、ついでに言えば面は不細工だ、あの同類だな、このギガノトサウルスと。さっきから散々な言いようだな、これ。せっかく2、3時間の果てに探し出したギガノトサウルスがさ、まあこんなやつだったからさ、まあそれはこのギガノトサウルスに当たりも悪くなるわ。あ、テックが湧いたよ。なんかテック湧きやすい気がする。レベルは96。あ、なかなか、あっぷ、おお、やべ、そうだそうだそうだ、汚染されてない方だからあれだ、防御力低下バフがかかっちまう。あぶねえあぶねえ。あ、そうそうそう、なんか汚染されたギガノトサウルスね、ちゃんとナーフされてるらしくて、あれなんだっけ、大なんかデバフがかかんないらしいね。ん、ちょっと待った、色違くねこいつ。あ、30レベル、あ、別のやつだ。あ、湧いた湧いた。
湧いたわ、別のやつ。色、え、色、え、ちょっと待って、なんか微妙に色が識別できないんだけど、俺なんか俺の目が腐った。あー、やっぱりいるわ。あー、なんか一気に地獄とかしたな。テック96レベルにギガノト2頭か。やっぱ湧くね、ギガノト2頭。30レベルか。でもさ、こいつさ、なんか色かっこよくない？いや、ちょっと草食恐竜にとって、なんか相当な地獄とかしたんだけど、これ。うん、ちょっとこいつで練習してみる？そこそこのレベルで、まあ、要するに俺が腐ってる計画が、普通に通用するかどうか、ちょっとやってみる？まあ、ちょうどこいつもついてきてくれたことだし、さすがにここじゃあさ、ちょっとギガノトとか普通敵やつの邪魔入っちゃうから、ちょっとある程度安全な場所で、練習してみるか。俺が、やろうとしてるテイムを。オッケー、じゃあどうすっかな。あの罠のテック捕まえた罠の近くまでちょっと誘導するか。あの辺りだったらサンクチュアリも近いから、最悪逃げ切ることはできるはず。オッケー、わりかし周辺の動物たち片付けたから、この壁の近くで、ね、はめる感じで行こう。よし、ついてきてるよね、30レベルのやつで。一回さ、こう離れるじゃん。まあ、あのギガノトサウルスがやられるようなことは絶対ないだろうから、この辺の周辺の恐竜に。から、あ、でもちょっと待って、ここさ平坦じゃないな。うわー、すげえ、落ちてくる瞬間初めて見た。めっちゃラグくなったけど今BGM 急に止まったでーん、はい、おい、途切れた BGM の代わりに最後やっといたからな。 BGM 感謝しろよ、お前。 OK、 とりあえずさ、思ったんだけどさ、ここにさ、一応罠し、このトラバサミ罠を仕掛けておいて、でこれでうまく誘導して凍らせてからスタックさせるっていう、そういう手法でいこうか。オッケーオッケーオッケー、開いたな。あ、ちょっと待って、またかい、マジさ、このさ、エラーいい加減にしてくんねえかな。もうせっかく掃除したやつらさ、結構復活しちゃってたんだけど、勘弁してよ。てかあれか、早く来てもらわないとさ、これガス爆弾引っかかっちゃうんじゃねえか、これ。もしかしてなんだけど、あ、ガス爆弾縮むんだ、冷凍光線浴びると。へえ、それは初耳だった。よし、早く来い、早く。お前早く来い。オッケーオッケーオッケー。とりあえずガスバグちゃんの死体をおとりにしておけば、ここにはまるはずだから、ここにはまったら速攻で凍らせて、凍らせて、いいぞいいぞ。オッケー。で、あとは、こうで、待って。え、マジ？ちょっとびっくりドンキーなんだけど、なんか溶けんの早くない？溶けんの早くない？なんか、違う、ダメだ。あ、待った、ここにこうやってつけてしまって、マジマナガルマあれなんだよな、ちょっと待った、ここにうまく、このうまくはめられないかな、ここに。次の氷、オッケーオッケー、凍った。まだダメか、いかん、思ったよりマナガルム機動性がなかった。こう、凍れ、あ、ダメか、そこでは凍らないか、まだ。でもいいよいいよ、うまい具合に引きつけてられてるよ。ちょっと待って、こうで、 OK、 あ、待った、ダメか、全然 OK、 いいぞいいぞいいぞ、よし、はまったろ。どうだ、いけるか、多分はまったはず。 OK、 じゃあこの辺りで撃っていこう。よし、行くぞ。あと、 あそこにもうヘッドショットとか関係ない。もう撃つ。ひたすら撃つ。もう傷地の痕跡の減りが早いから、ヘッドショットとか関係ない。もうひたすら撃つ。いやー、あれじゃん。アーク始めて1年弱、まあ本格的にアーク始めて1年半ぐらいか。ラグナロクな1年間ぐらいやってたけどさ、ついにエクスティンクションのマップでギガノトサウルスのテーマに挑戦する時が来るとは。いやー、なかなか、あれだね、感慨深いことがあるね。しかも割とまだエクスティンクションのマップ自体は割とまだあれだかんで、ね、終盤あたりなのかな、もう
まだあれだよね、中の下ぐらいの段階だよね。いや怖いのがさ、大丈夫かな、汚染恐竜とか湧くからさ、普通にこう汚染ティラノとかいるから、それが怖い。いやもう目の前に、なんなら湧いてるしね、向こうに捨てこうか。とにかくあれだね、ギガノテサウルスの場合はあれか、5秒待ちとかそんなまどろっこしいことしないでもひたすらもう撃てるようになったら撃てっていう話らしいから、とにかく撃つ。あ、逃げ出したか、これまずい、一発外したらまずい。だヘッドショットにこだわるな、ヘッドショットにこだわるな。このコントローラーじゃ正確な狙いなんかできん。ヘッドショットにこだわるな。もういい、何でもいい、足でも何でもいい、足だろうがアナルだろうが何でもいい。撃て、撃ち続けろ。重心が焼きつくまで撃ち続けるんだ。待って、怖いんだけど大丈夫。おーっと、びっくりした。いや届くな、いや首が届く。これスタック外れないよね、大丈夫だよねこれ。やべえ、危ねえ、びっくりした俺。届くな、てかもう尻尾がこの時点、ここまで届いてる時点でもうお察しか。オッケー、寝た、よし、まず肉を放り込め。まずは、え、ちょっと待って、マナガルムなんでこんな肉ないの。オッケー、いいよ、大丈夫よ、あとで取ってきてあげるから。オッケー、肉と、あとあれが、麻酔薬、一滴放り込め。よし、オッケー、じゃあまず、ちょっと待った、そこら辺の、なんかやって、霜降り肉、歩く霜降り肉、お前でいいわ、ありがとう、いただきます。ギガノトサウルスはテームチのヘリが半端ないって言ってるから、もうあれだね、見守りテームだな。よし、オッケー、これでオッケー。しかしあれか、麻酔はあれか、2、3発ぐらい外したけど、大体あれか、打ったのは100本くらいか。100本くらいで済んだか。まあ、30レベルだからそんなもんか。てかさ、やばい、ここ、結構脇ポイントだぞ。ちょっともう、駆逐しながら行くしかないわ、これ。いつまた襲われるか分かったもんじゃねえわ。ちょっと待って、今テーム完了しましたって表示出なかったけど、あ、テームできた、やった、俺の表記が出てる、あ、やったよ、低レベルだけどギガノテサウルスようやくテームできた、やった、よし帰ろうな。さあ戻ってきました。いや無事だね、本当に。いやなんかようやくだな、ようやくギガノトサウルスもをテイムできるまでに至ったか俺も。てかまあ昔から至ってたけどね、ラグナロクに関してはいつでもテイムできる準備整ってるからね。まあそれはいいとして、まあラグナロク失敗したんだけどね。いやでかっ。いやちょっと待って、あのさ、この横のさ、ティラノサウルスとの差よ、これ改めて見るとほんとでかいな。これブロントサウルスくらいあるぞ絶対。やばだってティラノに乗ってで、このサイズ差だもんな。いやなんか途方もねえわ本当に。いやでなんかさ、ただ可愛くねこれ、なんかこう いるじゃん、こんな感じでこうやって近づくと首をこうやってクイッとほらこう向けてくれんだよ、これスピノサウルスみたいに。めっちゃ可愛くねこれ。なんか甘噛みしてきそう今にも。いやなんか可愛いな、なんかギガノトサウルス。テイムしてみるとさ、こんな可愛いもん、やばっ。早くサドル作ってあげよう。はい、というわけでね、無事ね、低レベルながらギガノトサウルスのテイムと高レベルのテックティラノサウルスをテイムすることができました。いやーこれでだいぶさ、もう戦力拡充されたんじゃないマジで。うん、てかさ、もう久しぶりだな、これだけ実りのあるテイムができたの。エクスティンクションだとね、まあこのだいぶ前のそのティラノとユーティラノスたちの連続テイムぐらいしかなかったけど、いやなんかものすごいなんか実りのあるテイムしたわ久しぶりに。
いやよかった、無事行って。途中でエラー落ちとかなんかふざけたことが起きたけど、まあいやいや、それはいいよ、もう終わりよければ全てよしってやつだ。よし、じゃあこれからね、この2匹はだいぶ活躍していくと思いますんで、またこれからのね活躍をよろしくお願いします。それでは、今回はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。ではさようなら。